たちょっとこの3ラウンド見ものですね。あーボディフックから入っていった、作戦変えてきましたね。左ローキック、まだ新田は攻撃ありません。このハイキックは見えています。これはフェイント、ストレート、そうですね、ライド上からのような感じもするんですけどね。そうですね、それでも効いちゃうんでしょうね。 ありますね、はい、ハイキック、これ攻撃つなげられません。ローキックを出していきました。ミドルキック、このミドルですね。いいですね、これをやるべきですね。これをやるべきです。ハイキック、はい、そうですね、左足一歩に絞っているようです。ニッタ、ミドル、大丈夫、ニッタの蹴りに合わせて、打ち上げるべきですね。なるほど、ロックだけではなくて、はい、体調からにいったゴール、いいですね、いいですね。さあ左ゴールのライオンのタトゥーが吠える。いや、これはスリップでした。あとは慌てず、慌てず打ち分けて、打ち分けて打つべきですね。なるほど、いけますからね。あ、打ち分けてますね、しっかり。そして右の蹴りも加えていく。いたれせ、ちょっと感じてきました。しゅさん、グループの攻撃が発弾と少なくなってしまいました。そうですね、狙ってきますからね。なるほど、ガードを避けない方がいいと思いますよ。石田さん、やはり顔面のガードを直接投げなくて受け取りやんになりますね。そうですね、常にガードを上げた状態で蹴るべきですね。はい、ノーモーションを蹴らないと。なるほど、さあ、新田表情全く変わりません。冷静です。新田、ここまで我慢をして自分のペースをつかみ始めています。最後のフック、このパンチ、しかし見えています。ミドルキック、これが効いている。いいですよ、嫌がっています。フック、フルックのパンチも手打ちになっています。さあ、残り時間まもなく1分、ミドルキック、もう一つ奥足が効いてますね。そうですね、伊沢さん、これクルーズのパンチもちょっと上とか乗らなくなってきてる。そうですね、ちょっと腰のために効かなくなってきましたね。そうですね、やっぱり腕にもらってますから、だんだんパンチの威力も半減してきますよね。あ、このミドルをディフェンスするために腕でもらってますから、本来は足でカットしなきゃいけないですね、ミドルキックも。ここも新田がいい具合に攻撃してますね。ちょっと新田パンチもらって目が腫れてますね。あ、そうですか、はい、危ないですね。しかし新田は自分の信じた左足、今返さなかったですね。これです、これは届いていないか。30秒切っています。危ないですね。パワーありそうですね、やはりまだ。やっぱりこのクラスになるとパンチ一発で逆転しますから。そうなんですよね、ミドルキーやはりそのあたり、こう、パンチのコンビションから最後右のストレート、アゴ先を捉えました。しかしすぐに立っています。大丈夫ですね、大丈夫ですね、はい、冷静ですね、まだね。いや、しかしミドルキック、この怖さがあります。さあ、ここで目を覚ませた、フルーク、ここでゴング、第3ラウンドが終了しました。フルークは下がってきますかね、下げてきますかね。出だし、出足を抑えるような感じでミドルを合わせた方がいいですね。これですね、そうですね。さあ、まさに、アドバイスが聞こえていたかのような新田、このキックも見えています。自分から蹴ってください。相手がアクションを起こしてから蹴らないとダメですね。なるほど、カウンターにならないですから。ちょっと遅いです。ミドルキック、逆に出していったのはフルクの方、前蹴り、あー、いいですね、膝も出していきました。左ローキック、今日は冷静ですね。ですね、はい、フルクの方もそんなに前に出られないですね。そうですね、やっぱりあの蹴られることが怖いんじゃないですかね。前蹴りです。新田も冷静、新田はこのローキックをしっかり前蹴りをカットしながら飛び込んで、これは前蹴りが効いています。フルクアッパー、これもスリップしています。ミドルキック、これです。あーっと、キルが今の右ちょっと効きましたね。そうですね、やっぱりこの一発のいいタイミングで入ると怖いですね、まだ、はい、左フック、引っ掛けていくのはフックはクルーク。内田さん、やはり、はい、新田選手がいいペースでローキックでペース掴みかけるところにパンチがありますね。そうです、ちょっとローキックのモーションが大きいんですよ。だから相手にこう前蹴りですとかパンチで合わされちゃうんですね、あれを逆に最初に何かジャブなり、ミドルなり出してるとちゃんと当たってくるんですが。なるほど、あーっと、これも効いている、上から止まってからじゃ遅いですね。足のコンビネーションです。クルーク、ちょっと狙ってきましたよ、クルーク。セサン、これ新田が入ってこないように前蹴りをよく使うようになってますね。そうですね、ただちょっとあの攻撃で単調になってきてますね。そうですか、はい、このロー効いています。もう一つ新田の左、しかし新田は常に左のミドルキック、ローキックですね。そうですね、ローキック狙うのはいいとは思うんですけど、ローキック狙う前にやっぱり何かフェイントが欲しいと思います。なるほど、やはりローキックの大きいモーションに合わされて前蹴りパンチがある。そうですね、ああ、
ックが入っています。あ、しかしこれもらっています。ローキック引っ掛けていくようなフックです。やはりローキックにモーションに入るとガードが下がってしまいます。新田残り時間1分切っている。あっと、これもパンチもらっています。距離が近いですね。近いですね。アッパーも絡めていったクルーク、ジャブ気味のストレート。クルークはクルークで完全にボクシングに攻撃特許を絞りましたね。ローキック、ローキック自体が確実に効いています。この前蹴りの足も上がらなくなっているのがクルーク。いったローキック、左ミドルキック、残り時間30秒切っている。パンチ、ニッタをパンチを返していく。しかしパンチのラッシュが一旦始まると強いのはクルーク。返していく。クルークはまだ上半身が生きてますね。そうですね。左のハイキック、これは新年のところでかわしています。体勢が流れたところ、ローキック、残り時間10秒、4ラウンド、さくらに詰めているローキック、もう一つ左の、これは自ら、バランス崩しました。ここで第4ラウンド終了です。最終の第5ラウンドまで持って込みました。グローブ合わせます。新田はこれは左足前の構えになっています。飛び込んで左ロー、クルークもローキック返していきます。これ構え変えたのは何か意識的なものなんですか。クルークは5ラウンドで自分があのポイント的にリードしていると思ってですね、ポイント的にまとめに入ってきたんじゃないですかね。あ、なるほど。石田さん、この新田の方の左足前の構えに変えたっていうのはどういうことなんですか。自分の得意な右足で蹴りたいっていうのがあるじゃないですかね。フォローするがないですから。なるほど、はい、強い蹴りを出すんで、右の強い蹴りを出すんで構えを変えてきた。やはり構えを左足前に変えてもローキックは徹底しています。新田、左のミドル、もう一つ左ローキック、あの前蹴りですね。そうですね、今も中に入るところ前蹴り、いいですね。さあ、会場が沸いてきた。ローキック、今度は当たっていません。新田、膝も絡めていく。さあ、再び足をキャッチして、これ、福田、自らちょっと嫌がるような動きでしたね。これはうまいですね、やっぱり。ここで行かないとダウンしてますからね。そうです、勝負行かないとダメですね。3ラウンドの後半にダウンがあるのが新田です。同じ気持ちになっているのか。新田ゴール、新田を前に出ていく。しかしこのパンチ前蹴りがかなり邪魔だ。ミドルローキック4発5発6発、いやこれ徹底しますね。パンチをもらいながらもミドルローキックしまっています。このキックは諦めています。ローキック軽く出していった。それに合わせて左ロー、ジャブが欲しいですね。今の感じですね。今も一つジャブを打っていったローキック、これが出始めました。ニッタローキック、左右のローキック、